そうですね。でもゆくゆくはこの芝居また再演ということで、ね、次は再演ぐらいです、ね、再演ね、うん、あんのか。いやでもこれ今でもいけますよね、このストーリーね。当時もすごいあいいっていう思ったけど、そうね、うん、まあ、いつだってね。じゃあ本当僕のあの別にベストシーンでも何でもなくってこれに関する思いを言うと、これはあの野爪組の存在が大きいなと思います、うん、で涙目銀座でやった時に岡山はじめさんという人がね、本所五郎さんをやったんですけれども、涙目銀座の時はそれですごく成立した芝居が、じゃあマルクボンバーズで僕はやろうとも全く思ってなくって、で当時制作をやってくれていた中村修子ちゃんが涙目銀座のバカの王様が大好きで、あれをマルボンでやりたいって言ってくれたのが始まりで、じゃあ今のマルボンのメンバーでどうするかっていう時に、やっぱ五郎さんってものすごいネックなんですよ、岡山はじめがいないっていうのが。でその時にね、野爪組に頭を買ってくれないかっていう、やっぱ女の子に丸坊主にしてくれっていうのがものすごい、それはそれね大変なことじゃないですか。でもそれを受け入れてくれた野津がいて、で野津が五郎さんを本当にね、岡山はじめに匹敵するぐらいの五郎さんをやってくれて、このバカの王様が成り立ったんだなっていうのは思います。野津がいなかったらこれはできなかったなと思うし、うん、でこの芝居でもう全部のシーンが好きだけれども、やっぱり五郎さんと千恵子ちゃんが話すシーンかな、勝さんが出てった後のこの時代は好きとかって聞くあのシーンがすごい僕は自分で書いてても演出してても好きで、この時代は好き？好き、ね、最初にケイちゃんとノツと僕と3人で祖師ヶ谷がどっかの金田かどっかの地下館で、祖師ヶ谷だ、うん、なんかあそこをずっとやってたりとか、あのシーンがある、うん、なんかそうだね、ノツがいてあのシーンがあってっていうのをすごい覚えてて、うん、なんかマルボンにおいてのバカの王様はもうみんなの力があるけれども、やっぱりのつありきかなとはすごく思います。改めて見てやっぱり最後の最後に暗転になってからのつんがこう出てくるじゃん、座って、うん、あれ写真と本当に同じなんだよね、この四郎さんの写真とちょっと照明がさセピア色になってさ、バーッと浮き上がってくるのつん見るとさ、もうゾッとするよね、ちょっと、ね、うん、ゾッとしたのよ、また見て、わ岡山はじめより、うん、シロさん似てたの、シロさん似てるの、あとね、横間がね、あの東京から翻訳で出たのもこれはすごい大きいなと思うしね、うん、なんかね、はい、すごいあれは声かけてもらった時めちゃめちゃ嬉しかった、うん、いろんな意味でマルボンのエポックであったけどね、マルボンの中で唯一のね、その後再演もする、あ、まあステージはあるか、でも初めての再演、マルボンでの再演っていうのもあったしね、うん、はい、ありがたいお芝居でした。